2023年は暑すぎたり気温の変化が異常でしたね。どうなっちゃってるのでしょう。2023年今シーズンで初めての雪だ。そうそう、氷点下のマイナスになったら試したいことがあります。固体電池マイナスでも動作したり充電できたりするのかなと。安いタイプのバッテリーなので300ワットの電気ストーブを試してみましょう。この後もずっとつけてましたが余裕でした。マイナス下でも問題なく充電もできましたね。やばい、数十分後にはもうこんなに雪が降ってきました。そして数時間後の夜、こんな大雪になってしまいました。ほんの数時間でこんなにですよ。産地はまあ冬は雪も楽しみの一つです。明日はドライブで探検ですね。すごい、玄関前の植物がこんな風になってしまうんですね。冬の芸術だ。山って面白いこと不思議なことが多く楽しいかも。寒さで枯れる前に氷の世界へ封じ込められた、そんな感じでしょうか。好き嫌いあるかもしれませんが、50年住んでいる地元では雪は10年に1から2度、1日程度積もるくらいで、誰も冬タイヤにも交換しない地域なのです。なので、このような銀世界に憧れてしまいます。山の上の方だけが大雪で降りていくと、雪はほぼなくなってしまいました。雪は少ないけどお猿さんたちかわいそうですね。餌を与えないでくださいという看板多いですが、なんかね、食料不足でお腹空いてる赤ちゃん見ると食べ物をあげたくなってしまいます。過去数十年と熊が出てない地域なのですが、たまに来て私も3匹2回熊を見てしまいました。小動物が全くいないので憶測ですが、ウサギやキツネ、リス、小動物たちはとっくに捕食されてしまい、熊が人里まで降りてきてるのではないか。今年は過去1倍の被害が多く、亡くなった人も過去最高です。すると熊とは可愛い動物からジョーズのように人食いザメみたいな印象になってしまい、人間の平和を壊す強敵ということですよね。近辺にクマが出て被害を受ける気持ちになってみてください。不安と怖さで BBQ もできません。まあ話は飛びましたが、これがリゾート地の山間の現状です。非日常を体験したい人や静かを好む場合、とてもいいですね。4キロも行けばお店やコンビニなども多くあります。激安で入手した持ち家シリーズ冬シーズンの体験、初雪をお届けしました。
Oh, yeah.